い、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。牛の尻尾は比較的メジャーですが、豚の尻尾などはあまり食べる機会がないですよね。今日はさらにマイナーな馬の尻尾を食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今日用意したのはこちらの馬のテールです。そう、ポニーテールです。ポニーとは体高が147センチ以下の馬の総称を言います。この尻尾が147センチ以下の馬かわかりませんが、ポニーテールも似たようなものでしょうね。今流水で解凍して、解凍が終わったところです。袋から出しています。見た目には牛のテールとあまり違いはありません。馬の方が若干赤みが多い気がします。馬の尻尾といえば髪型のポニーテールの由来になった通り、サラサラの毛が特徴ですよね。意外にも毛の中は牛のようにしっかりとした尻尾があるんですね。大きさも牛にそっくりです。だいたい体高が 1.5 メートルくらいの馬で、尻尾が1メートルくらいあるそうです。馬の尻尾の役割としては虫を追い払ったりします。他にも感情を表現する役割もあるようです。最近では馬の肉自体は居酒屋やスーパーなどでも見かけるメジャーなお肉になりましたよね。熊肉と聞くと身構える人も多いと思いますが、馬肉は比較的受け入れやすいお肉なのかもしれません。世界的に見ると日本、中国、モンゴル、他にはアメリカやフランス、イタリアなどでも食材として食べられたりします。特に臭みもなく獣っぽさなどは感じません。馬刺しとかで食べていることを考えると、このままかぶりついてもいけそうですね。ですがせっかくなので、今日はこの馬の尻尾を使ってテールスープを作ってみましょう。まずは寸胴で馬の尻尾を一度20分くらい下茹でします。茹で終わったら流水で洗い流します。せっかくなのでこのまま食べてみましょう。この状態だとまだ硬いですね。油っぽくなく、かなりヘルシーです。それでは次に圧力鍋に馬のテールを入れて、生姜、ニンニク、ネギと一緒に2時間加圧します。水が減るので水を足してさらに1時間加圧します。スープを鍋から取り出し、ザルでこします。テールの肉はかなり柔らかく煮込まれています。それでは抽出したスープをさらに30分ほど煮込んでいきます。小鍋にスープ、テール肉を入れて沸騰させて、ネギを盛り付けて馬のテールスープの完成です。見た目には牛のテールスープと遜色ありません。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは味付けをせず、そのまま飲んでみましょう。意外とあっさりとしていて、柔らかくさらっとしてないです。とろみがあるまでいきませんが、コクが強いというか滑らかな舌触りです。肉はかなりホロホロです。それでは塩と胡椒で味を整えながら食べてみます。塩が入ることで一気に味が引き締まります。料理で味が物足りないときは、だいたい塩が足りていないことが多いです。味が薄いなぁと思って醤油とかの調味料を足すと、どんどん求める味から遠ざかるのがあるあるです。食材は大きさ、水分量なども違うので、煮込むものなどは特に一概に同じ味付けで同じ味になるとは限りません。その場合レシピなどでもよく出てくる最後に塩で味を整えるというひと手間が大事だったりします。これは格的とかあってもいいですね。ご飯を入れてクッパにしても合うはずです。スプーンで簡単に骨から肉が外れます。かなりさっぱり食べられるので、いつもの牛テールスープとはまた違った味わいが楽しめます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。馬テールスープいかがでしたか？馬の内臓とかと煮込んでさらにコクを出してもいいかもしれません。自分たちは群馬県を中心にホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。新しく東京豊島区 JR 駒込駅北口から走って1分の場所にホルモン島田駒込店もオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。